人取り残されない未来のためにつながる絵本 4SDGs。 SDGs、 それは2030年の未来の形、未来につなぐ発酵食品。目指すのはこちら、技能を持つ若者と成人を増やす。醤油作りが盛んな小豆島、江戸時代から続く山麓醤油では、大きな木の桶で仕込む昔ながらの製法を貫いています。だけど、こうした木の桶で作られる醤油は全体の 1% にも満たないんだって。そこで伝統文化を守るためにあるプロジェクトを始めました。木桶職人復活プロジェクトというので、毎年1月に桶作りをしてます。木の桶には見えない小さな穴がたくさん、微生物が住み着いて発酵を手助けするから旨味成分が多くなるんだって。だけど、木桶を作る桶屋さんは全国に1か所しかありません。そこで、この会社の5代目山本さんは桶屋に弟子入り。木の板をぴったり合わせて竹で編んだタガで締めていく伝統的な作り方を学びました。そして年に1回、学んだ技術を全国の職人にレクチャー。さらにサミットを開いて、木桶による発酵の素晴らしさを発信。すると、木の桶の文化がだんだんと広まっていき、醤油だけではなく、お酒や味噌の蔵元、いろいろなところで使われるようになったんだって。自分たちだけのことではなくて、次の世代のことを考えて、きちっとした本物、伝統的なものを残すっていうのが、我々の木桶職人復活プロジェクトの目的です。守って広める伝統の木桶作り。